こんにちは、7月21日、3時からと4時からの会話、陽子のちゃんとできるかなで私陽子が、お送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。こちらの今回の番組は、私のリアルな、お友達の業界人を、ご紹介していくというコーナーになります。このワロップの番組自体が、無料で配信しているのが30分間になっておりまして、残りの15分間が、エクストラタイムという、会員様限定の有料の番組になっております。エクストラタイムで、楽しいこと満載のことをやろうと思っているので、ぜひ会員になってください。では今回のゲストは、友人である、美穂なんですけども、美穂こと岩佐美穂さんに登場していただくんですけども、現在ヘアメイクアップアーティストとして活躍されてまして、もともとの出会いは中学生からの出会いなので、もう10年以上のお付き合いになります。ではそんな美穂こと岩佐美穂さんに早速登場していただきたいと思います。お願いします。こんにちは、岩佐美穂です。美穂さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、実は昨日、今日ゲストに来ていただくにあたり、いろいろちょっと出会いを考えていて、それを考えてたら、まあ、気づいたらもう10年以上のお付き合いということが分かりまして、はい、長いですね、はい、中学校からなので。そうなんですよね、はい、まあ、ちょっと学校は違ったんですけども、同じテニス部でちょっと対戦とかをしてて、はい、まあ、その中学生の頃から、もう当時からちょっと、なんだろう、そうですね、なんで、まあ、あんなに ライバル校っていうのが、まあ、大きいかなっていう。本来はなんかライバルでバチバチ的な感じなんですけど、そうですよ、はい、なんか目立ったんですよなので親しくなってきたんですけども、ちょっと一旦 CM に入りたいと思います。